岡田監督、執念の采配。首位阪神がヤクルトに逆転勝ちし、今季最多の貯金5とした。2回に、6番サードで今季初スタメンとなった糸原健人内野手のタイムリーヒットで先取点。先発、才木浩人投手は3回までに4三振を奪うなど、快調な立ち上がりだったが、4回以降に暗転した。1対0の4回、サンタナに同点打を献上。5回にはサンタナ、山田に連続タイムリーヒットを浴び、5回3失点で降板。それでも、強力な救援陣が逆転勝利を後押しした。打線は5回に中野拓夢内野手の犠牲フライで1点を返した。2対3で迎えた7回には、2アウト1、2塁から大山雄介内野手のショート後方への飛球が、レフトサンタナの前にポトリと落ちた。1塁走者、森下翔太外野手の激走も光り、逆転の2点タイムリーヒットとなった。今季初めて佐藤輝明内野手がベンチスタートとなった一戦で粘り勝ちした。強い、強すぎる。子供たちのインタビューが待ってるから負けれないよね。佐藤輝明の扇風機ぶりが心配だ。佐藤くん、アメリカで何か掴んだんじゃなかったのか。阪神は勝つんじゃなく負けない、アレンパ濃厚。名将、監督でこんなに変わるんやな。意地の逆転勝利、執念の采配、何かしっくりしないですね。糸春は、レギュラー固定して、サトテルの三振見るとイライラする。頑張れ木浪、頑張れてる秋。村上が元気なくて、本当に助かった。大山の神風がなければ負けてた。こや、佐藤のスタメン復帰は、しばらくないね。糸春の方が、何倍もいい。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。野村克也語録より。ヒーローインタビューの、大山の気持ちってどんなんやろな。マウンも実力のうちやわな。テルの打率が身長より低くなったら、下に落とした方がいいかもな。サトテルはもう昔のエコシ、見てる時みたいな感じで、見といたら心が安定する。ノイジーサード前川レフトも見てみたい。代打出さずに、ゲラ出してたら打ってたかもしれん。なんか、目に見えない強さがある。一人一人が役割を考えながら、実行してる感じ。サトテル以外は、